おはようございます。釣り子 TV です。これね、OSP の、ラウダーの小さいサイズね。これでね、結構面白い釣りができたんで、まずはこちらをご覧ください。よし、乗った。乗ったぞー。ラウダー。取りたいな、これは。お、寄ってくる、寄ってくる。寄ってくる。初ポッパー黒だい。よっしゃ。入れ替えサイズではないけど、初めて東京でね、ポッパー黒だい。釣れました。45なしぐらいの、元気。追っかけてきてね、ズビルバーって食ったよ。イエーイ。よっしゃ、チュピだって、チュピって吸い込んだよ。チュピッと吸い込んだよ。寄ってくるから、サイズはそうでもない。よっしゃよっしゃ。いやでも元気元気元気。おー、いいサイズいいサイズ。チュピッと吸い込んだよ。よっしゃ。あれ入ってない、入ってない。よいしょよいしょ。おー、マクロー、すげえ、がっつり吸い込んでる。はーい、またがっぽり吸い込んでくれましたよ。入れ替えサイズじゃないけどね、2匹目。いやー、ポッパーパターンあるんだね、東京でもね。嬉しい。黒鯛。すごいね。いやー、最終日に気づいたのは残念だけど。いや、フラグゲーム面白いな。静かにやればまた来るんじゃん。お、食ったよ。3匹目入れ食い。あー、入れ食い。止めたら食ったね。すげえすげえすげえ。よし、3匹目。ほほほ、すごいね。はい、最下1投目でラウダーにまた来ました。いやー、すごいね。入れ食いパターンだよ。いやー、ずーっとワームでどうにかこうにかしてやろうって、それに注目してね、やってたけど、いやー、なんかもう最終日にしてようやくクロダイがどういうものが好きなのかがなんか分かっちゃった気がした。3匹釣れたらパターン成立でいいでしょう。しかもまだ開始から数分しか経ってない。
よっしゃ、よし、なった。ちょっとサイズアップかもよ。バラしたくねえな。よいしょ。サイズはいい引きだな。どうだろう。ラウダー、フィッシュ、どうだ。あ、ちょっと大きいぞ。おお、どうだ、入れ替えか。はーい、ラウダー4匹目、ちょっとサイズアップしたね。ラストかな。はい、というわけでね、なんとなんとクロダイがね4連発、できちゃいました。このポッパーね大活躍だったんですけども、ことの発端はですね、あのラインスラックの小倉さんがパニックジャックっていうねラインスラックのルアーでもめちゃくちゃねトップウォーターでクロダイを釣っているね。でもうプラグでクロダイ狙えるよなんて教えてもらって、で時を同じくしてですね OSP のルアーを使って、クロダイ、大会みたいなのがね、SNS 上で行われていて、そこでなんとかね OSP のルアーでクロダイ釣ってみたいなね、そんな流れの中でね何かないかなと思って、あ、そういえばこんなルアー持ってたなと思ってね、ラウダーの小さいサイズ、これをね投げてみたところ連発してくれたっていうね。あ、これねもうガミ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 噛まれちゃって、こう針は折れちゃったしね、前のフックもねだいぶね結構ボロボロになってきたんですけども、大活躍。ほいで、まあ、大会を通じてねこういう、まあ、プラグとかでも結構、東京クロダイに、ね、反応してくれるんだなっていうのも勉強になったんで、今はねもうこれボックスにしまってですね、あのポップ X であるとか、例えば、ゲイリーのヤバイチッパーミニであるとか、そういったねその他のルアーでも釣れないかなっていろいろ試行錯誤しているんですけども、思いのほか結構タイミングを合わせるとクロダイね、あの捕食モードになってプラグに反応してくれるんだなっていうのがね、勉強になりました。もちろんね、ワームの釣りが一番数は釣っているんですけども、なんかねこういうクロダイってほんとちょっと憧れの魚だったんですよね。もうすごい釣り馬のおじさんがカニとかでそーっと狙ってで、でっかいクロダイを釣るっていうね、かっこいいなーなんて小さい頃思っていた、そんな憧れのターゲットが案外手持ちのねバスルアーで反応してくれるんだっていうね、この年になってね、結構感動してます。まあ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 、というわけでね、最近いろいろワームやらね、プラグやら、バッツリのね延長線上のタックルで狙えるね東京湾のクロダイゲーム、これをね今ね探索しているので、またこんなので釣れたよなんていうのがあったらね、動画にまとめていきますのでよろしくお願いいたします。こういうね、小型ポッパー持っていたら東京湾でいいことあるかもということで、本日の釣り子 TV はこちら、OSP のラウダーですね、これでねクロダイがね4連発したよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。